回はワンピースに登場する元ダイダイおじさんことドン・キホーテ・ド・フラミンゴが悪魔の実の能力を鍛えすぎているということで見ていきたいと思います。豪華七部会の一角、そしてドレスローザ編のラスボスとして君臨していた悪のカリスマド・フラミンゴ、作中では序盤から登場しており、元懸賞金3億4000万ベリーという当時は破格の高さを誇った大物として圧倒的な存在感を放っていました。そんなド・フラミンゴは作中でもトップクラスに悪魔の実の能力を鍛えすぎているのです。パラミシア系悪魔の実、糸糸の実を食べた糸操りまくり人間。能力は糸を生み出し操ることができるというものですが、その応用力が作中でも群を抜いています。まず攻撃面では、指先から伸ばした糸で相手を切り裂いたり、極太の糸で叩きつけたり、糸を弾丸のように発射したり、武装色をまとわせた鋭利な糸で相手を貫くなど、全ての距離において多彩な攻撃を繰り出すことが可能です。防御面では糸をクモの巣のように張り巡らせることで、ルフィのギアサードパンチを簡単に防ぐことができます。そしてこれら以外にも多岐にわたる糸の使い方を披露しています。具体的には、糸を雲に引っ掛けて空を自由に移動、自分と全く見分けがつかない分身を作り出す。この分身はド・フラミンゴ本体と同じ声口調で喋り、戦闘面では武装色の覇気まで使えるというぶっ壊れ性能を誇ります。見えない糸で相手を操る、その効果範囲はドレスローザ全土にわたるほど広く、同時に操ることができる人数は少なくとも数十人以上であると思われます。そしてその効力は白ひげ海賊団の隊長ですらも操ることができるほど絶大です。ズタボロに破壊された内臓をわずかな時間で修復できる、あくまでも応急処置のため回復とは違うらしいですが、その後も多数の強敵を相手に暴れ回れるくらいには内臓を修復していました。これらから能力の応用性は作中でもトップクラスであることは間違いありません。さらに悪魔の実の能力の覚醒までしており、自分だけでなく周囲の建物や地面までも糸に変え自在に操ることができます。その効果範囲も異常に広く、街一帯全てを糸に変えてしまうほど、つまり常に地の利を得た戦いを行えるのです。これら多くの技の中でも特に異質である鳥かごはもはやチート級の最強技となっています。島全体を覆う巨大な檻状の糸を形成し、時間の経過とともに全てを切り裂き収縮する凶悪すぎる技鳥かご。カイドウを切ったゾロや海軍大将フジトラですら切ることができない異常な頑強さを誇り、屈強な猛者たち数百人が一斉に押しても収縮がほんの少し止まるだけというありえないレベルで最強な技なのです。つまり発動すれば国一つを滅ぼすことができるチートすぎる技なのです。この鳥かごの繊維でできた鎧をまとえば四皇とも渡り合えるのではないかと思えてしまいます。最初は指からちょっと糸が出るだけだったであろう微妙な能力を、血の滲むような努力と類まれなる才能により、ほぼ何でもありの能力へと昇華させたド・フラミンゴ。弱い能力を鍛え、工夫と使い方で最強クラスに上り詰める、もはや主人公といっても過言ではありません。ここまで悪魔の実の力を発揮できているのは、もしかすると元天竜人というのも何か関係しているのかもしれません。また技名もオーバーヒート、パラサイト、ブラックナイト、アスリート、オフホワイトなどユーモアあふれるユニークな名前にしていることから、自身の能力を気に入っていると思われます。そして能力の多様さだけでなく、本体の耐久力も異常です。ローの攻撃によって瀕死の重傷を負いながら、ギアフォースルフィーをはじめドレスローザに集ったあらゆる猛者たちを相手に、たった一人で対等に渡り合うという異常すぎる耐久力を見せていました。そして現在はインペルダウンに収監され、おつるさんから支給される新聞を読みながら、この世界は退屈しないと不気味に笑い、一人で騒ぎまくるニートになっています。ちなみにエースは両手両足を普通サイズの錠で拘束されていただけですが、ド・フラミンゴはクソでかい鎖で手足だけでなく胴体までぐるぐるに巻かれています。このことからド・フラミンゴがいかに危険視されているかがわかります。鍛え上げ研ぎ澄ました能力と異常な耐久力によって、ドレスローザ編のラスボスとして君臨していたド・フラミンゴ。物語も佳境に迫った現在、再びフッフッフッと不気味に笑い暗躍する姿を見たいものです。